未曾有のパンデミックに世界中が包まれてからもうすぐ1年が経とうとしていますが、そんな中勢いで活動再開した水素はなんだかんだで年を越せそうでほっと一安心しております。というわけで本日は年末特番、水素が2020年を振り返りながらまだ見ぬ明日へ思いを馳せる、多分1時間ぐらい。今年はいろいろあったけど、なんだかんだでのんびりと、たまにはこういう年越しも良いじゃありませんか。水素の年越し旅館2020始まるよ。水素の年越し旅館2020、よいしょ。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは、水素の月岡です。あきらとです。はい、大晦日だね。はい、大晦日ですね。今な11時半ぐらいです。11時半ぐらい、11時半をちょっと回ったぐらいですが。そうですね。はい、これは何、これ仕上がってますね。仕上がってますね。ねえ、水素の年越し旅館っていうのはどういう企画なんでしょうか。これはですね、はい、水素のあれだよね、年末特番だよね、やってることは。年末特番、年末特番だね。水素と一緒に年を越そうという YouTube 番組でございます。はいはい、そうですね、うん、年越しライブじゃないんですね。そうね。そんなことはみんなやってるので。そうですね。旅館来ちゃうって言われる。そうね、そうね。すげえここがいいロケーションですよ。いいんですよ、ね、こんな、こんなね、こんな、ここ行きます、ちょっと船みたいな。船ですよね。はい、ここにサイって書いてある。サイって、サイって書いてある。あ、カメラマンは新一くんです。どうもよろしくお願いします。新一くん、なんか最近関わるの増えましたよね。そうね、最近水素の映像関係をよくやってくれる。そうですね、学生さん、学生ですね。ですね、はいはいはい、素晴らしい。僕らが夜、その街で飲んでいると必ずいる。はい、フットワーク軽すぎまる。だから、ね、飲んでみたいな。素晴らしいですね。ということで、はい、ここはどこですか。はい、ここはですね、宮城の渡りっていう渡り土地があるんですね。そこにある、中庄旅館という、旅館さんにお邪魔しております。すげえ広いんですよ。これわかんないよね、多分このカメラだけだとわかんないと思うけど、まあね、そうそうそう、異常に広い部屋を今16畳の部屋に16畳の部屋にいまして、なんかありがとうございます。本当に中庄旅館さんすごいいいですよね。うん、なんか綺麗で、そう、あのね、はい、老舗っぽい古さなんだけど、はい、汚くないのよ。そうなんです、めちゃめちゃ綺麗、清潔感もあって、住宅街のど真ん中に、住宅街のど真ん中に突然そのわって出てくる。そうですね、そうね、あの概要欄に貼っておいた方がいいですね。あ、そうですね、はいはい、せっかくなんでぜひぜひ皆さん中小旅行よろしくお願いします。よろしくお願いします。これお金はもらえるんですか。お金もらえないです。あいやでもお金もらってるようなもんかもよ。あ、そうね。だってもうなんか、いや今あれでしょ、 GoTo トラベルキャンペーンとかやってるじゃないですか。で、宮城県は普通に使えるんですよね。で、あれと別のキャンペーンとかなんか併用してくださいとかって言って、スズメの親のキャンペーンみたいなやつ、それで、まあ金額は別に言わないですけど、すんげー金額になるから、マジで衝撃だよね。飲み会かってぐらいの、飲み会よっか安い、よっか安いよね、うん、下手したらね、はい、昨日飲んだ時より安いよね。昨日飲んだ時より絶対安いってことです、はい、昨日も飲んでたんかいってことですからね。はい、もう僕たちもまあなんていうか楽しみに来たみたいなところがあると思いますんで、うん、まあ、これがね、まあ、ゆるゆるとできたらいいんじゃないでしょうかね。これはね、2020年の最後の、はい、まあ、水素の活動ということですからね。そうですよね。皆さんあれは見ましたか、メリークリスマスは。あ、出てるんだ。出てるよ。出てるんですね、とっくに。メリークリスマスを経て、はい、年末にこれをやって、はい、水素の2020年のちょっと活動の勢いがね、我々ながら頑張りましたよね。よく最近僕らがよく言われる言葉として、こいつらは働いてないんじゃないかということをよく言われるんです。言われます、すごい言われます。最近あれでしょ、はい、C 言語の講座やったら。そうなんです。プログラミングの講座をやってたんです、うん、で、俺インスタグラムに載せたんですよ。今日は C 言語の講座ですってやったら、いや、俺のさんってプログラミングもできるんですね。本業や。水素より長いね、そっちの方。そうね。そうね、水素なんてまだ1年も経ってないからね。そうですね、1年も経ってないけど随分活動しましたね。そうね、今年やったのは、シングルで言うと、だからハッピーエンド始まり、エニバディエンターテイナー、あ、まあそれくらい、まあ、あと
まあ、シングルじゃないけどメリークリスマスは一応出ていてっていう状態なんじゃないですかね、うん、多分ね。ミュージックビデオはだから4本出てるのか、うん、ハッピーエンド始まり、はい、エニバディメリークリスマスか。よく頑張りました。よく頑張りました。よく頑張りましたと思いますねえ本当に、はい、僕なんて引っ越してきましたからね。そうですね、ほぼよこっちに。なんかあれっすよね、そのバンドやりたいから仙台から東京出るっていうのはよくあると思うんですよ、うん、これ逆だからね。そう、そうそうそう、こっちの方がこっちの方がバンドやりやすい。そうなのね。そうですよ、引っ越してきたじゃないですか、うん、あれが何月ですか。あれがね、今年の8月ですね。8月にまだね、4ヶ月ちょっとぐらいしか経ってない。でもなんか随分あれじゃないか、仙台来た時はもう知り合いなんて全然いないような感じで来たじゃないですか。もう明松さんぐらいだったんだけど、ずいぶんいろんな人と。そうですね、こっちがの新一くんなんてそうだね。あ、そうね、カメラマンの彼なんてね。この4ヶ月はそうよ、僕のフェイスブックの友達とかまじ2倍ぐらいになりましたからね。でしょうね、まあまあいいことだけどね。仙台はね、暖かいんだよね、はいはいはい、人がとにかく、はい、なんかその東京とかの方でなんかこういう仕事やってますとか言ってこう言ってもね、なんかはいはいってされることが多いんですよね。ああ、いつものよくいる人ね、はいはいはい、こっちだとなんかね、えそんなことやってるんですか。そうですね、今度人紹介しますよの連鎖で、はい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 、うん、まあそういう場所がね結構あったりもするしね。東京にもあるんだけど、東京ありすぎて、そうなんかそのどこが良くてどこが悪いのか分かんなくなっちゃう。薄いのよ、はい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 、一個一個が、うん、仙台は濃いね、はい、ひたすらに。いや、増えてだからね、知り合いも増えてね。そうよ、飲み狂ってるっすか。昔はほら、だから住んでたわけじゃないですか、仙台に。あ、そうね、大学時代。でもさ、あの時のコミュニティとはもう今違うでしょ。そう、僕だから引っ越してくる時にポリシーが一個あって、はいはい、その、まあ、学生時代に過ごした町とは全然違うところに住もうっていう。あ、でも生まれ変わろうと思って。そうですね、そうそう、全然違うところに住んでね。マジでね、もうそうだよね、だから距離的に完全に離れたと思うんですよ。全然仙台は仙台でもない。はい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 、はい、いや、なんとか楽しそうにやられてるようで何よりでございます。おげさまでございますよ、本当にね。最終的に旅館に来るという。旅館に来ちゃいましたね。ねえ、渡りの。新一くんなんてマジで飲み屋で会っただけだから。そう、飲み屋で会った大学生だからね。飲み屋で会った大学生がなぜか旅館に撮影して。最初は旅館に撮影に来てくれたっていうね。飲み屋めちゃくちゃ行ったな。結構さ、ほら、昔と、要するに学生時代と、結構さ、飲み方みたいなの変わってるじゃないですか。そうですね、バカバカ飲むというか。そうそう、昔はなんかその、本当にね、まあ、名前出しませんが、その、もう 9% のチューハイとか、あとその、飲み屋さんもさ、結構もうでかいチェーンみたいなとこ行って、みんながわーってやって終わるみたいな。でもなんか今ってその割とちんまりした店で、そう、ね、割としっぽり飲むみたいなのが定着したと思うんですよ。そうそう、それで仲良くなるよね、お店と。そうよ、うん、バカバカ飲むは変わってないんだけど、ね、バカバカ飲みますね、うん、ちっちゃい店でバカバカ飲んでるだけ。ちっちゃい店でバカバカ飲んでます。いや、でもなんかだからお店と仲良くなるみたいなことが起きたわけですよ、うん、で、それがなんか結構我々のこのタイアップをいっぱいできるっていうところの根本だったりとかするわけですよね。確かに確かに、はいはいはい、あのエンターテイナーとかもね、ウフじゃなくて、ね、知ってるかなこれ、この話。エンターテイナーって曲あるんですよ。エニバディっていう曲のもう一曲入ってるやつですね、シングルで。ね、あの曲。あの曲をさ、なんかその仙台のイタリア料理店からオファーを受けて曲作ってくれて。店名隠さなくて。まあ、トゥーレモンっていうなんかレモン系統のイタリアンみたいな店があったの ね、あそれあるんですよ。でそこの店からオファーをいただいて曲を仕上げて できました、納品しますと言って出したのね。でそのサブスクの発売当日よね、世に。いや、本当当日っすね。当日もエンターテイナーが世に出ましたの、その日にトゥーレモンが閉店するという。でしかもこれね、閉店しましたって文章だったんですよ。あ、そうね。でだから俺ら気づいてなかったの。すれ違ったわ。すれ違ったわけ。すれ違ったわけよ。だからあれですね、生存するトゥーレモンのテーマソングだった期間はゼロにちょっとマイナス。そう、テーマソング書いたと思っていたら俺たちはまんまと、だから狐につままれたように。書いてなかった。書いてなかった。そう、書いたと思っていたら、そう、もう異世界に迷い込んだよ。本当にそういうのが、まあまあいいんですけどね。でも本当テーマ曲多くなかった？多かったね。エンターテイナーはなんかそのキューレモンのテーマソングだったし、はいはい、あのエニバディ
手に、まあ、あの株式会社エニバさん、はい、そうですね、のテーマソングにさせていただいて、はい、あとなんだ、始まりの一歩か、始まりの一歩は学校祭っていう仙台のお祭りのテーマソングにさせてもらって、始まりは長いんだよ結構ね。始まりはだってもう6年だ。6年間テーマソング、テーマソングって毎年変わるじゃん。そう、俺って毎年変わると思ってたろ。そう。それじゃもうずっと流れてます。そう、ずっと流れてる。いや、嬉しいからいいけどみたいな。5年前に作った、その、まあ5年前のちょっとデモ音源みたいなやつがずっと使われてるって知って、俺慌てて書き直して。あ、最後今はそっか、そのバージョンアップした版が流れてるってことね。そう、はいはい、5年前の、ちょっとまだ未熟な頃の音源がずっと流れてて、そうなんですね、ネガキャンと思って差し替えてもらったね、今年ハッピーエンドもあるんですよ、あの我々のと僕の番組じゃないんですけど、もはやね、俺たちが曲を提供するとその番組なり店なりがその何かある説みたいなものが、デスバンド、まことしやかにデスバンド、デスバンド、デスバンド、スイス水素にタイアップ書かれたら終わり、ゼロからもちょっとやばいんじゃないですか。そうなの、だってゼロから、あ、今は、でも怖いこと言わないよ、今流してんじゃん、でも、あ、何やろ、あ、まあ、ハッピーエンド、ハッピーエンド、あ、それはやばいね、時期時期魔王が降臨する、そうですね、やばいですね、いやそうね、あの、まあ、明松さんのチャンネルも、うん、あ、でも別に終わったわけじゃなくて、明松さんが終わった、僕が離れたでしょ、はいはいはい、それはでもいいことだったんじゃない、いいことでしたよ、卒業でしょ、卒業です、は、はい、よかったじゃないですか、それはふふついや、なんか必死であれだなって言って、なんかいい方向に落とそうとしてたなってカットにしますいやでも、そうでしょ、あと、だからもう、あ、シーシャとコーヒーですよ、ああ、そうかそうかそうか、シーシャとコーヒーは別にもう世に出てますからね、あの、まあそうね、出ているといえば出ている、でシーシャとコーヒーも、あの仙台シーシャチャンネルの曲でございますから、そうね、まあ、メリークリスマスぐらいも何もついてないの、そうですね、でもね、MV でハワー出ちゃってね、あ、そっかそっか、うん、なんか、まあ、メリクリのメリークリスマス、ハワーのテーマ曲ではないけど、もうハワーと結んでいた感じの曲ですよ、そうね、そう、メリクリの PV 出ていた、あのバーみたいなところはね、スイスの御用、御用達、御用達、何だよ、お室みたいな行きつけの、行きつけのお店で、そこでカメラマンの新一君とも出会ったんだよね、そうなんですよね、ハワーつながり、ハワーつながりですよ、ハワーにはね、あのタハルパラスっていうね、面白いネパール人がいるんですよね、スイスのミュージックビデオに出がちなネパール人、出がちなネパール人、そう、スイスを、水素にお越しいただいたじゃない、仙台にお越しいただいたじゃない、ぜひね、そうですね、ハワイに、ハワイはね、面白いですよ、マジで、うん、僕が一番好きなんですよね、仙台で言うよね、なんかすげえ喜んでた、圧倒的に好きだね、うん、一番好き、なんだろう、あのね、閉鎖的な感じが、初見だとめちゃくちゃ行きづらいんだけど、やっぱり、ただ、やっぱその正しい内輪乗りをしてるんだ、あそこ、はいはいはい、客に媚びず、店主に媚びず、一定の距離を保ってみんな仲良し、はいはい、大人の付き合いができるか、そうです ね、まあいいですよね、そういうのでそこがね、一番好きだね、僕はまあメリークリスマスにハワってて、うん、さあこれからどうなるんでしょうねって話もあるんですよね、だから多分後で出ちゃったから、うん、水素が関わっちゃったから、そうですね、そう、母がまあ来年残るかどうかいや、大丈夫だと思いますよ、そう、大丈夫だと思います、お前が水素がタイアップ書かしてくださいって言ったら、くるーやめろ、塩巻き塩わそんな水素ですが、ダメですよ、やっぱりネガティブキャンペーン、自らのネガティブキャンペーン、いやいや、大丈夫大丈夫、もうね、形あるものはいつかなくなるんだな、それが早かったな、なくなるって言っちゃってね、いやいや、あのポジティブにいかけポジティブ、そうですね、楽しかった2020年は、まあ楽しかった2020年、だってここも危ないことになるんですよ、だからこちらもその理論でいけばこの旅館が来ちゃったから、そう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 、水素が薬病が見えるんですよ、そんなの怖まあでもあれですね、まあ楽しかったんじゃないですか2020年、いろいろありましたけど、ね、まあちょっと流行りの病がね、特殊な年ではあったけど ね、でもあれですよ、俺思うけど、多分あの流行りの病がなかったら俺やってないと思うんだよね、水素多分ね、だって水素が始まったきっかけって、流行りの病があったから、ズームのみというものができて、で当時埼玉県に住んでた僕と仙台に住んでた秋松さんが、はいはい、なんか飲もうよって飲もうよってなって、ベロベロクソになって、ベロベロに酔っ払ってで、なんか俺議事録
取ってたような気するの。俺飲み会は議事録取るあのこの飲み会では何かが決まるって思った瞬間から俺ズームの中打ちながらで議事録でなんかすっげえ酔っ払ってやったらいいんじゃない水素そうみたいな5年前やってたんですけどねそれもう一回やったらいいんじゃないみたいな話でまとまって終わったらしいんだけど俺朝起きてあんま覚えてなかったわけでこれがテキストファイルでちゃんと残ってるからで来てあそうなんだと思ってまあまあいいんじゃないかなと思ってにしては動いたけどねにしては動いたよマジで飲んだ勢いで始めた割に随分頑張ってますねっていうバンドだと思うまだ続いてるのが奇跡よそうそうそう でもだってさあれ始めたのが何月ね、まあ、5月6月だよね、まあ、半年やってるわけですよそうですねだからと最初やってた時ともう同じぐらいかそうそう期間的にですよね、まあっという間でしたね友達増えたしねいやめちゃくちゃ増えたね友達だらけよもういろんなとこでさだからさそしらもそうだし、うん、あと飲み屋界隈もそうだし そ, う、ね、そこで増えてるよねやっぱりそう、うん、バカバカと、うんそうね、逆になんか昔つるんでた人たちと遊ぶみたいなのが、それは本当に、ね、意外とあんまなくなったかなっていうだからまあちょくちょく言われることとして、はい、まあ彦坊さん仙台に帰ったってことは結構学生時代の友達と会ったりするんですか、うん、これ全然合わないわかるすげえわかるなよね、うん、でこれ結局ねなんかその方がね楽しいんだと思うんですだからそのコミュニティって今の自分に合った人たちが集まるわけだから、うん、今いるコミュニティで遊ぶのが多分一番楽しいはずで別にその懐かしがってきたわけじゃないそうですね、うん、家もだから話したのはその辺の理由で、まあ、昔の友人も好きだっていうとちょっと新しいとこ行きたいじゃん、うん、そろそろと思ってあでもあの私本当に思うんですけどコミュニティリセット論があるんですよ、はい、ああよく言うよねそうそうそうコミュニティってのはねやっぱねリセットしてった方がいいんですよねそうねやっぱり確かにでそのなんだろうなそのやっぱねずれてくるんですよ学生時代の知り合いとか、まあ、友達とかと、ね、で我々結構変な生き方してるでしょだからねやっぱねなんかちょっと生き方変わってくるんでどっちがいい悪いじゃないですよそうそうそうどっちがいい悪いじゃないですけどそういうことじゃなくてそのね、進む道が違うと話も合わなくなる、はいはいはい、例えばこれもいい悪いじゃないんだけど、ではじゃあ友達がね結婚とか車の話をしてますと、はいはいはい、別に俺たち結婚とか車の話そんな興味ないわけですよそうですね、うん、でもそっちの方にお腹痛いいやそうだなと思ってちょっと寂しいなと思って当然のように結婚とか興味ないじゃないですか結婚に興味があったらクリスマスでスタッフ2人やらないあれ気持ち悪い PV だねあれ本当にねおっさん2人でクリスマスソングの MV でおっさん2人で夜散歩してるってあれ散歩じゃないねあれはもうねデート徘徊徘徊しかも最後酒飲みに行ってからねそうそうそうあれ中の徘徊です絵コンで描きながら俺は何を描いてるのかえ、本当に男2人でいいの？それは置いといて、結婚とか車の話にあまりその興味がないもんだから、そっちの話で盛り上がれないのよ。ね、大人になってさ、まあ、小学校のクラスとかだったら、馴染めなくても馴染まないとさ、友達できないけど、馴染めなかったら違うクラスで行けばいいの、大人になったら。そうなんです。そう。で、コミュニティがいろんなところにいるからね。そう、うん、点々とね。そうそう。だからここに、今日はこの気分だからここに行こうみたいな。あ、めっちゃ分かった。今日はこの気分だから。はいはいはい。これがいい気がするね。お互いその型にはまった仕事ではないし、ね、生活リズムも、まあ、普通の大人よりはめちゃめちゃなるんで、ね、しかもゴリゴリ水素やるしね。そうなのね。めちゃくちゃ忙しいでしょ。今年一番言われて腹立った言葉言いますね。はい。あの昔の友達にもう分かりました。いやー、飛行水素頑張ってんね、はい、いいね、大人の趣味って感じでって言われたんですよ。同時に言えると思うんですよ、せーので、うん、その反論をね、まあ、はい、せーの、趣味じゃねえから、まあ、というのも、あの趣味だとしたら、趣味だとしたらもうちょっと楽にやるかな、はい、あ、ね、趣味にしちゃいそうすぎるんですよ、ね、そうですね。でしかも結構なんかその犠牲にするもんもあるじゃないですか。あのね、うん、金と時間と体力。体力ね、うん、ということで、はい、ここからはですね我々の本業をやろうと思います。はい、はいはい、何ですか僕らの本業は。何でしたっけ。さっきの C 言語です。一応我々はミュージシャンとしてやってるわけなので、はい、
ここからはちょっと音楽を、そうですね、多少やっとこうかなと、はい、そろそろね、年明けるんですよ。あ、そうね、はい、なので水素のカウントダウンライブ2020、はい、2020をちょっと皆さんに、一応音楽やってるんですよ、僕たちお見せできれば、はい、今回はあのスペシャルバージョンということで、はい、あの弾き語りで、はい、そうですね、ちょっとしんみりとね、はい、お送りしようと思いますので、しんみりとはい、わかりましたはい、ということで皆さん、水素のカウントダウンライブ2020ご覧ください。どうぞどうぞ。月岡さん、ここはここはどこですか。仙台市のカームルームというスタジオでございます。カームルーム、カームルーム、水素が今年あれですよ、まあ、もうすぐ終わってしまう今年ですが、はい、今年水素がレコーディングをした場所ですね、基本的に。そうそう、ほとんどそうっすね、うん、水素のレコーディングスタジオ、はい、最近の曲は特にここですよね。そうですね、最近の曲は、はい、あ、どうもこちら見えませんが、あの、はい、カームルームの管理人さんが、管理人さんが僕らのことをじっと見てますはいはいはい、はい、なんかね、撮影始まるから、じゃあ僕いなくなりますねって言われて、いや行ってくださいって言ったら、ね、そう、お願いだから君がいなくなったら無人島になっちゃうんだ、喧嘩始めるかもしれないからね、そう、秘密破損する可能性がある。そうですね、そう、さあ、ということでこれから我々がやるのは、はい、年越しライブですか。そうですね、水素のライブって結構貴重ですよ。全然やってない、全然やってない弾き語りなんて初めてですよね。そうですよ初めて、本当に初めてですよね、初めてですよ ね、 ね、できるのかな、うまく。どうでしょう、どうでしょうね。でもあの、これありますから、これ。なるほどね、あ、大丈夫です、いざとなったらやとなったら何だってできる、別に。そうですね、さあ、じゃあ最初の曲は水素の、はい、最初の曲ですか。水素の最初の曲は水素の最初の曲ですか。1曲目は哲学1曲目は水素の初めて出した曲ですか。そうですね、はい、あのミュージックビデオも一番撮影されている水素の。そうですね、なんかじわじわ伸びてるんですよね、あれね。そうね、ありがとうございます。今が1400ぐらいなのかな、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいな、とても、はいはいはい、じゃあやってみましょうか。はい、緊張しますが、はい、じゃあ水素でハッピーエンドは終わらないという曲です。はい、1,2,3。 最近ふと頭をよぎるのは、枯れてしまうのはいつなのかって、漠然とした不安ばかりののが、そっちの方へ誘導してるみたい。ステロタイプを捨てるふりして、夢ばかり見てんだ。ゼロから一を作り出せる方が優秀だって思い込み、右へ左へ行ったり来たり、戦後不覚の才能なしやろう。終わっちゃったもうすぐ年越しですね。そうですね、もうすぐ年越しですよ。そうよ、歌うとこ間違えてコーラスに転じようと思ったら音程も分かんないっていう、はい、頑張れ、最悪まだまだあるから今日まだある、はい、もちろんそう。年越しだよ、年越しだよ、エンターテイナー。はい、ひとふりのスパイスで君のすべて変えてしまうような存在をなんと呼ぼう。そうだ、君の求めたエンターテイナーさ、知ってるかい、この曲。
ね。君に救われて、やっと報われて、幼い僕に寄り添っていたみんなの憧れのヒーローにはなれなかったけど、大人の僕にも眩しいくらい輝いていた。君はエンターテイナー。もうすぐ年が明けてしまう。満天の星だって霞んでしまって見えないわ。本店の夜だってどこに立ってわかるくらい輝いてる。夢じゃ幸先良かったですね。そうですね、なんとかね。ずっと練習してたんですよね、アウトロのやつね。ね。できた。はい。2021年ですが、はい、なんかあれですね。すげえ活動しましたね、僕たち。2020末が結構忙しかったですね。超忙しかったんですけど。で、そう、日付変わったということはですよ。はい、今まさに水素の新作が出たね、世の中に。今出たらしいです。なんならあんま繁栄待ちぐらいのタイミングある。そうですね、サブスクで聴けるんですよね。そうです、サブスクで聴けて、あとミュージックビデオなんかがもう公開されてる YouTube。 そうね、今それを見られちゃうとこれを閉じられちゃうので、ちょっと
待っていただくことに、難しいところですね。宣伝をすればいいのか宣伝をしない方がいいのかですけど、まあ、おかげさまで、はい、元旦の0時にやった今、はい、水素の新しいミュージックビデオレイニーナイトイン文化横丁と、はい、レイニーナイトイン文化横丁レイニーナイトイン文化ですね、はい、ふざけたタイトルであと C 社とコーヒーという曲も、はい、配信で変えるわけスタートしておりますね。 C 社とコーヒーって作ってから世に出すの結構時間かかったっすね、はい、1年前ぐらいに作ってましたからね。でもね、そうなんですよ。でもね、多分ね、この3人、うん、あのカームルームのおさりくん と, あと我々2人が多分ね初めてタッグ組んだのあれだったんですよ。ああ、そうですね、はい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 、確かに、はい、なんかその辺の伸びは行った気するもん。そう、その伸びは僕その時こっち住んでなかったんですけど、レコーディングのためにこっちまでわざわざ来て、ね、飲み会行ってさ、めちゃくちゃ楽しく盛り上がって、はい、いや今日は本当にありがとうございましたって、はいはいはい、なんか身も心も軽くなった気分ですって、ね、本当に軽くなった気分で外出たらスーツケース店に忘れて、はい、もうさっきレコーディングしたデータ全部入ったスーツケース店に完全に置いてきてで結構歩いたんだよね。そう、結構15分ぐらい歩いて、あれあれスーツケースはって言ったら、あって戻ってったんですね。こんな軽いわけないっていうか、はい、軽くなるわけがない、道中で荷物なるわけがない、はい、食べ物じゃないんだから、はい、まあ、そんなこともありましたが、1年なんの、もう1年になるっす。1年になるんだって。1年になるんですね。いつもお世話になっております。本当に今年もいろいろとお世話になるかなと思いますが、よろしくお願いします。はい、ちょっとやってみましょうか。あれですね、あの新曲ですね、一応新曲か、まあめっちゃ流れてたよね、仙台 C 社チャンネルで。確かに。じゃあちょっとワンコーラス聴いてもらいましょうか。そしたら新しい曲で、さっき出たやつなんで、ぜひ一人5万枚買っていただいて。そうね、5万枚とかないのか。5万枚とか一緒に出してない5万回ダウンロードしよう。5万回ダウンロードしてください。はい、じゃあいきますよ。いきますよ。魔法が解けた朝のように君の中で僕は迷う。空から降るスポットライトが通り抜けた。そりゃ退屈な足跡じゃなかったことだけは確かだよ。急いでた、揺れ動いてた、戻れないように。いい曲でしょ。行き着いた地図のピン、ダウンロードしてね。ありがとうございました。はい、勝手に勝手にって言い過ぎですか。勝手に番宣でしかない。はい、はい、じゃあスタジオにお返しします。明けましておめでとうございます。来年も2021年も
よろしくお願いいたします。嬉しいです。ドバススカーね、ドルガンスズベアです。はい、ということで改めまして明けましておめでとうございますじゃないですか。そうですね、じゃあ皆様、はい、本日も本年も本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、はい、2021年の水素もよろしくお願いしますとともに、どうでした？ライブ、弾き語りライブ初めてだよね。いやそうですね、アコースティックギターの弾き語り、いや感動的でしたね。そうなの、そうなんだ。まあこれあれなんですよね、まだ撮ってないからまだ分かんないですよ。そうそうそう、もしかしたらもう無理だろうかもしれないということでね、まあ、お送りしたのがハッピーエンドは終わらない、はいはい、年越しの瞬間がエンターテイナー、はい、で3曲目がね、はい、シーシャとコーヒーっていう曲なんですが、はいはい、なんと、まあ、現在時刻多分0時台、そうですね、シーシャとコーヒーがですね、各種サブスクリプションサービスにて販売を開始いたしました、はい、今よ、今さっきと今出たってことよ今これこれ愛の意味を僕に教えてよ、こんな雨の夜の片隅で、ああ音も立てないで、ああ傷さえ見せずに、ハードシングル、レイニーナイトイン文化横丁、シーシャとコーヒー、2021年1月1日各種主要配信サイトでリリースします。これすごいんですよね。文化横丁ってない、文化横丁っていうのはまあもうね、これミュージックビデオも出てますから、それ見ていただけたら多分映ってるんですけど、仙台のね、街中に、まあ、ちょっと街から外れたところにある、まあ横丁、もうね、まあ、こんな言っちゃ悪いけど古びた横丁ですよ。本当昔からある横丁、奥横丁風情のあるね、うんうん、でもう文化横丁って書いてもゲートもあれはアメリカの紋章みたいな、そうそうそうあれなんなんだろうね、あれね、あれなんだろうね、うん、でそこが文化横丁って通りなんですよ、うん、でね、私、まあ、私というかひこちゃんもそうなんですけど、水素は結構行くんすよね。水素の御用達ですからね。御用達のね、うん、水素御用達の、 あの森福って店があるんですよ。森福、森福って店になんていうかちょいちょい行くんですけど、そこをイメージしておいてください。そうですね、いや森福ももうすぐ潰れるっていうことですね。塩まけしようで作らせてもらって、それのね、ミュージックビデオと、あとはサブスクリプションの音源がもう現在出てますというところでございます、はい、さっき出ましたってことで、さっき出ましたね、これはあれですね、本当にもうこれ止めて見てこいちゃうヒュッヒュッそう、まあぜひ聴いてください。よろしくお願いします。今回のシングルは僕久々に作曲2曲もやってますね、はいはい、スイスは別にその2曲入りがね、1曲ずつとかじゃなくて、はい、この間のエニバリーエンターテイナーは僕が両方やったんですよ。で今回のレイニーナイトシーシャは両方明松さんの作詞作曲で、結構個性が出るよね。出る。今回のテーマは、今回はまあまあ事実を言いますが、酒とタバコですよ。
アルシガレット&アルコール、シガレット&アルコールです。すごいな、まあ、でもいいと思いますよ。なんかその昭和歌謡とか令和歌謡ロックみたいな感じしたんです。デイリーナイトは昭和歌謡なんですよね。そうですぜひ新しいシングルを聴いてください。よろしくお願いいたします。はい、ということで何か、はい、懐かしいな懐かしいわ。なんかこれ一個ずつこれ名前呼んであげましょうよ。文鎮かな。文鎮よ、うん、見てください、文鎮です、これ文鎮ね、これ下敷きでいいの。下敷きでいいんだよ。下敷きっすね。こんなだったっけ。でも下敷きってなんかもっとさ、うん、あの俺たちが大きくなったのかな。文鎮もなんかね軽いのよ今持つと。なんかさ、これ下敷きここに金色の文字とか入ってなかったさ。あったあったですよね。あのこれでこれが木液っていうの。木液っていうんですよ、これ、まあ、炭ですね。出すちょっと木液、ちょっと緊張するな。すごいもんね、これ。こうキッチンに置いてあったら全て終わる。そうですね。うわうわうわ、あ、こんなサラサラだったっけ。やば、夏。俺ね、習ってた一時期、習字。そういえば、あ、だから字うまいん。いや、まあ、そんなうまくはないけど。もうよくした。あらららで、筆ね。え、これどれくらいつけるんだっけ。こう落とすんだよね。あんまつけすぎるとね、ちょっとあれだもん。そうだね。小学校の匂いする。小学校の水道の匂いする。え、こっちだっけ。なんか俺もなんか覚えてるわ、この匂いでしょ。だ、水道で洗うんだって。だから、そう、水道で洗ってみんな手を真っ黒にして帰ってくる。そうです。なんでここについたんでしょうね、僕駅って。ここにつかなかった。そんなに。じゃあ俺の小学校も治安が悪いだけだ。そうですね。書くよ。え、これ こうなるんだよな、多分手が。うん、ベロンってやったらいこう。書く。怖っ。え、めっちゃ緊張するな。炭が足りてる気がしないけど、いきます。これ失敗したらやり直しあれですか。なし男に二言はない。マジで緊張してる。震えてるもん、手が震えてるもんな。書きます。おもうね、炭全然足りてませんけど。でも上手い人の習字ってこうよ。まあまあね、上手い人の。どこに書くの、名前。左下です。ない、左下にない場所は。怖いな。でかいんだよな、文字がいちいち。画数の単調増加。単調増加できた。はい。友人。いやいや、もうラジオで俺に触れて言ってるんですけど、これか、番組で言ってるんですけど、仙台に来たばっかりで、まあなんかさっきから知り合いが増えたと言ってますが、友人は増えとらんのよ、あんまり。なるほどね。仕事仲間、あ、別にそういう人を侮辱したわけじゃなくて、仕事仲間は増えたけど、もうここで友人の定義は、今から飲み行こうよ、くらいの友人が、ちょっと僕は仙台にまだ少ないので。まあ仕事仲間もそうなっているかもしれないですからね。そうね、はい、だから仕事仲間がカーブルームのおさりかずきくん、まさにそんな感じなんだけど、ああいう人が今年はもっと増やせれば、はい、今一番欲しいものは友人。ちょっと甘いなこと言わないで、今手先がこれあれだから震えちゃうから、ね、大喜利大会。それっぽくない、この花も相まって。そうですね、これね。ね、大先生ですよ、ね、そういうテレビ番組じゃなかったっけ、書道家が人々に点数をつけていく番組。あー、分かんないです。なんか、いやー、ちょっと緊張する、すげえ緊張するんだけど。秋松さんが今年一番欲しいものです。はい、あ、緊張すんな。はい、じゃあ行きます。はい、はあ、もうなんでこんな緊張してんだろう、字書くだけなのに。習ってたでしょ。習ってた。どれくらい。1年ぐらい。あ、結構ちゃんと習ってるじゃないですか。小学校4年生の頃、そのテニスの思い出、赤い人ですよ。はい。そんな雑談しない。テニスの大江さんは、はい、そのね、
でテニスの王子様に憧れすぎて、俺より名前のバランスがいい。あ、生きた。難しくない？こんな難しかった？書道、ね、書道って難しいな。もうちょっと上手く書けると思ったんだけど、あね、そう、半紙がちっちゃい。そう、いや、そうでしょ。いや、お、下、実績です。実績、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 はい、これはまたリアルなところですね、はい、もう結構あるじゃん、実績は。あなたはもっと欲しいんですよ。もっと欲しい、いろんな実績が欲しい。ああ、それこそなんか本とか教育の実績だけ増えてもあれだから、いろんな実績をね。ということで、はい、水素が今年欲しいのは不労収入って書くの。不労収入、不労収入だとちょっと怪しいかなって、はい、ということで、水素は良質な友人と確かな実績を感じております。いやはや、そんな感じで大変グダグダした年越し、失礼いたしました。2021年も水素は売れる気満々で頑張っていきますので、皆さんどうぞ今年もよろしくお願い申し上げます。はい、ということで、楽しかったですが、来年もやりましょう。これはそうですね、はい、21もぜひよろしく。 来年じゃねえか、今年か今年末か、そうだね、今年末もやりましょう。はいはいはい、はい、ということで、また本年も水素をよろしくお願い申し上げます。バイバイ、今年もよろしくね。おとやろう、あ、新宿ありがとうね。いいですね。